どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 JAL がフライオンボーナスポイントを積算しますっていうのをですね発表しましたので、こちらについてですね解説やっていきたいなと思います。ということで、いやね、このタイミングでフライオンポイントをねボーナスポイント加算ということで、かなりねびっくりな発表だったわけなんですけども、今回の発表ではですね、このフライオンポイントのボーナスポイントをですね積算しますっていう発表と、 JAL サービスセレクションっていうのがねあるわけなんですけども、こちらについてもですね受け取る条件がね一緒に発表されましたということで、こちらについてもですね一緒にね解説していきたいなというふうに思っておりますので、JAL のねステータスに関してですね気になる方はぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではですね早速内容ね入っていきたいなというふうに思うわけなんですけども、公式サイトねこんな感じになっておりまして、2021年度フライオンステータス会員へ2021年秋第2ボーナスフライオンポイント積算についてということで、こういった感じでね公式サイトね出てるんですよね。で細かいところを読んでいくとですね、JAL グループを特にご愛顧いただいているフライオンステータス会員のお客様には、今後も JAL の上質なサービスをお楽しみいただきたく、第2回として9月末から10月の上旬に2021年フライオンポイントとしてステータス別にボーナスフライオンポイントを積算させていただきますって言った形でね、こんな感じで表があったんですよね。でこちらのね対象者なんですけども、2021年度フライオンステータス括弧2022年3月末までの JAL マイレージバンクの会員の方っていう風になっておりまして、こちらはですねこの世の中の影響で特別対応ね今出ておりますよね。でステータス延長されている方もね対象っていう形になります。でですね積算内容に関してなんですけども、こんな感じでね出ておりまして、2021年度フライオンステータスステータス JMB ダイヤモンドの方は3万5000フライオンポイントということで、第1回ですねこちら2月ぐらいに積算済みということで、2月にもねこちらあったわけなんですけども、第1回の時は4万ポイントで、今回が3万5000ポイントっていう形ですね。ですので、JMB ダイヤモンドの方はこちらね2021年に関しては7万5000ポイントをね何もしなくてもまあもらえるっていった形になります。で JGC プレミアの方はですね、前回の第1回がですね2万8000フライオンポイントで、今回が1万7000フライオンポイントっていう風になりますんで、4万5000フライオンポイントですね。で JMB サファイアの方は、前回が1万5000フライオンポイントで、今回が1万フライオンポイントということで、合計で2万5000フライオンポイントで、JMB クリスタルの方は前回が8000ポイントで、今回が4000ポイントということで、合計ね1万2000ポイントをね獲得することができるっていった形になるんですよね。で積算時期はですね2021年の7月7日時点のステータスに応じて2021年10月上旬にね積算されますっていう風になりますんで、こちらの発表がねありましたのが9月の14日っていう風になりますんで、だいたい1ヶ月後ぐらいにね積算されていくっていった形になります。でですね、先ほども言った通り JMB ダイヤモンドの方であればですね、1回目が4万ポイントで、今回が3万5000ポイントということで、まあ7万5000ポイントはですね何にもしなくても獲得することができるわけなんですけども、こちらの公式サイトのね間にもね広告が入ってるんですけども、こちらですね JAL カード会員の方ということで、こちら JAL カード会員の方はですね初回登場でね5000フライオンポイントねもらえるっていう風になりますんで、合計すると8万フライオンポイントになりますよね。ですので実質2万ポイントね獲得することができればですね、まあダイヤモンドの方はダイヤモンド防衛っていった形になるわけなんですよね。いやこれねかなりすごいですよね。かなりびっくりしました。まあというのもですね、2021年の3月にですね ANA の方がね PP2 倍キャンペーンをね開始したんですよね。まあそれからですねなんだかんだありまして、今のところですね2021年9月いっぱいまでですねこの2倍キャンペーンっていうのはずっと行われているんですよね。でその時にですね JAL はね発表してこなかったんですよね。まあこの下駄履きのあのフライオンポイントはですね発表したんですけども、それ以外ね発表しないで、このフライオンポイントが2倍になるキャンペーンみたいなね、まあ、そういったものは発表してこなかったんですよね。でどうなんだろうなっていうふうに思ってまして、まあ、JAL の方はステータスをねそのまま延長するあの特別対応で有効期限を延長するのかなとかね思ってたわけなんですけども、こんな感じで考えていたんですね。まさかねもう一回下駄履きのフライオンポイントのね加算があるとは正直ね
思ってなかったですね。ですんで、ダイヤモンドステータスね、保有されている方は、まあかなりね、防衛がしやすくなりますよね。まあ実質2万フライオンポイントでね、防衛できるっていうのはね、かなりすごいですよね。まあ、私もね、ANA でね、この同様のキャンペーンね、ちょっとやってほしいなっていうふうに思っちゃいますね。まあそれはねちょっと置いといてですね、まあ実際ねこのキャンペーンは、まあ私はね JAL のステータスを保有しておりませんので、まあパッと聞くとですね、まあすごいいい発表なのかなっていうふうに思うんですけども、まあどうなんですかね。ぜひね皆さんねコメントいただければなっていうふうに思うわけなんですけども、まあちょっとねこの後ね JMB ダイヤモンドと JCB プレミアのサービスセレクションのね話をさせていただきますので、ここでねまたちょっと今回のキャンペーンのねいいのか悪いのかっていうのはねちょっと意見が変わってくる部分もねあるのかなっていうふうに思うんですよね。でですね、今回このフライオンポイントのねボーナスポイント加算の他にですね、 JMB ダイヤモンドと JGC プレミアサービスセレクション2022についてということで、こちらもね一緒に発表されてるんですよね。でこちらはですね、 JAL にはですね JMB ダイヤモンドもしくは JGC プレミアをね達成すると選択式のですね特典っていうのがあるんですよね。まあこれが eJAL ポイントコース、パートナーステータスコース、スマートギフトコース、 JAL クーポンコース、選べるコースということで、まあこちらね名前の通りなんですけども、 eJAL ポイントコースだったら eJAL ポイントがもらえて、パートナーステータスコースであれば、まあご自身のねパートナーの方にも同じステータスが上げれるみたいな。で、スマートギフトコースと選べるギフトコースは、まあギフトがね選べるコースっていう風になっておりまして、 JAL クーポンはですね JAL のクーポンがもらえるコースっていう風になるわけなんですけども、ダイヤモンドとプレミアね達成される方で、こちらをですね結構大きな狙いとしてね欲しい方がねいらっしゃると思うんですけども、こちらはですね今回の発表でこのダイヤモンドとプレミアムサービスセレクションを受け取るにはですね、第1回目と第2回目にもらったフライオンポイントのボーナスポイントありますよね、それを除いた純粋な実績でダイヤモンドプレミアムね達成した方のみ付与するっていうのも同時にね発表したんですよね。これがね結構びっくりな発表だったんですよね。この発表もですね前回の2月にですね同じようにこちらが発表されていればですね、あそうなんだぐらいだったと思うんですけども、これね9月に発表っていう風になりますんで、これがねちょっと微妙なところはありますよね。下駄履きのフライオンポイントを入れた状態で JGC プレミアとかダイヤモンドで達成されている方はですね、サービスセレクションね受け取れると今まで思ってたわけなんですけども、今回の発表で、ま、受け取れなくなってしまうっていう感じになるんですよね。ですんで純粋に達成しなきゃいけないっていう風になりますんで、このフライオンポイントのねボーナスポイントの加算部分は全部除いてね飛行機乗り直さなきゃいけないっていう風になりますんで、まあ単純に言うと多分倍乗らなきゃいけないとかね、まあ本当にそういった感じにもなりかねないですよね。うん、まあここがねちょっとね残念なポイントですよね。今9月で、あともう3ヶ月、今年3ヶ月しかない状態で、この下駄履きのね、フライオンポイントを、計算外にしてね、ダイヤモンドとか、プレミアね、達成しないと、このサービスセレクションね、受け取ることができなくなるっていう風になりますんで、まあ、ここがね、ちょっと残念っていう感じですよね。この発表でね、かなり、って思ってる方もね、いらっしゃると思うんですよね。はい。これはね、私が聞いてもね、今からっていうところがね、結構ありますんで、ちょっとね、不服に思われてる方もね、結構いらっしゃるのではないのかなっていうふうに思うんですよね。まあ、JAL としては多分、フライオンポイントね、ボーナスポイント付与するから、まあ、ステータス取りやすいよね。その代わり、こっちはごめんね、みたいな感じで、まあ、思ってるのかなっていうふうに思って、んですけども、皆さんのね意見ねぜひ教えていただければなというふうに思うんですよね。ということで今回ですね、 JAL がですねフライオンボーナスポイントをね積算第2回目しますっていうのを急遽発表しましたので、解説ねさせていただいたわけなんですけども、いやーどうでしょうね。まあステータス自体はねかなり維持しやすくなると思うんですけども、このサービスセレクションの部分ですね、ここがなければね本当に良かったんですけども、ここがね一緒にね
さらっと発表されているところはね、ちょっと残念。まあ、さらっと発表されているかどうかはちょっと微妙、受け取る人次第だと思うんですけど、まあ、これがね、同時に発表されてしまったっていうのはね、ちょっと残念な部分ではあるかなっていうふうに思いますかね。今、9月ですからね。はい。あと3ヶ月しかもう今年ないですからね。しかもまだ緊急事態宣言も解けてなくて、まあ、自由に飛行機ね、乗るのも難しい状況で、9月に発表かっていうのはね、ちょっとあるかなっていうふうに思うんですよね。もしね、今回のね、この発表ね、思われることがありましたらですね、ぜひね、コメントいただければなっていうふうに思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA 周り、JAL 周りお得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。